小泉一花のー小イちゃーん50回記念です。と、ここで息止めてました小泉一花ですけれども、あの本当にね50回も小イちゃんの収録重ねてきました。ありがとうございます。皆様が見てくださるから小イちゃんズが見てくださるから50回。 重ねてこられました小泉一馬感謝でございますでね50回目のネタいや何かねふさわしいなんか明るくなるようなネタをねやりたいなと思ったんですけどすいませんちょっとちょっと憤々しいネタを50回目に巡り合わせでなってしまいました何かっていうとねちょっとこれね差別の話になりかねない障害者差別じゃないのっていうお話をね 相談小泉最近受けまして皆様にちょっとね考えていただきたいこういうのどう思いますかっていうことでね何かっていうとねバスなんですよバスででんとこれがね普段のバス停でございますでここにねこの川中島駅入り口っていう某バス停某バス停って言っちゃってるけどねあるんだけどここに っててててけけけね車いすで障害を持った方がここに行って「乗ろうとしたけど乗せてくれない」っていうお話なんです。でこれはね小泉はあのその障害を持ってる方から相談を受けて長野市役所の窓口にも行って「こうなんです」ってお話させてもらってきましただけど最初に言っときます。 相手のね、バス会社の話は聞いてませんその障害を持っている方の言葉しか聞いてませんだからね偏ってるかもしれません偏ってるかもしれないけれども実際にその方がバスに乗れない状態が続いているこれは事実ですで複数の情報源から確認しましたけれどもやはりバス会社が ここでは乗らないでくださいっていうことを言っているそれも事実ですでねこれどういうことかっていうとどうしてそういうことが起こってしまったかっていうとこの川中島のね駅入り口のこの通りまあこれも見てもねちょっと狭い道だなっていうのは分かりますよねでも車の行き違いはできる道ですよでここでしかもね三々のササが近いんですよね三々のが近くて道幅が狭い でねそれで時間帯によってはバスがここで電動車椅子をねスロープでカーッと登っていく間後ろに車が呪つなぎあ渋滞のもとお前かアルピコみたいな風にねなっちゃうからそれは避けたいだってそれがね公共交通機関として周りの方に迷惑をかけられないからってまあそういうことなんだと思います。 だけどそれね考えてみてください皆さん仮にまあどのぐらい十つなぎってどのぐらいになるか知りませんよその100メーターも二0 0メーターもならないと思うけどねで仮にそういうことがあったんだとしてもでもバス以外にねこの場所民間の前ですよ例えば黒猫マトって商品名出しちゃうけど「週間に来ました」なんつってピッピッピってバーコードやって「はいカキカキカキ」ってやってたら2分や3分あっという間に経っちゃうでしょ じゃあそうしたらじゃあ習慣にこられませんとかそんなこと黒猫が言ったらもう絶対使ってくれませんよね。じゃあその違いは一体何なんだってことですよ小泉は不思議に思うのは。でねあのバス会社が仮に仮にですよここに車椅子の方はこのバス停から乗らないでくださいっていうそういう理屈が成り立つんだとすればね この場所はなんかどういう条件かが当たり前なのかわかんないけど例えばすごく傾斜が急なとこなんでスロープ出しても車椅子でミーって登ってくのはちょっとね危険ですだから乗せられませんまあそんなねことでも言うんであればその利用者の安全を考えた時乗ろうとしている車椅子の利用者の安全を考えた時どうしてもダメなんです本当にだけどそれどうしてもダメじゃなきゃダメですよそれどうしてもダメってことにしとこうねってそういうのじゃダメだからね だ誰が見てもここからは乗れねえだろうそういう状況でもなければねかなり特殊な状況ですよだからそういうことでもなければどこのバス停で乗ってはーって手挙げてで、定床式でねあのでもせっかく床の低いのをバス使えよって今交通バリアフリー法で進められてんだからそういうバスわざわざみんな使ってますよ。それであの板を渡して登っていけばいい乗れるんだから。 どこで乗ってもどこでバス止めてもそうやって乗れる世の中じゃなきゃ嘘ですよ。だってこれからどん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 年寄り増えてねあなただって私だっていつそういう身の上になるか分かんないんですよ。もうね歩行がおぼつくがなくなっちゃってこのダンスだってよっこいしょっていつ車椅子に乗るようになるか分かんないですよ。そんなに遠い未来じゃないですよ小泉だってそうなるとしたらね。 でそうなった時にあなたはちょっとじゃあもうバス乗るのでこっからはねご遠慮してくださいもっと遠いあっちのバスから乗ってくださいって何てことを言いやがるんだって小泉はそう思います。でねそれじゃあ何かね裏付けとなる小泉の主観で言ってるんじゃないのって言われてもしたけどんかないのかって考えた時あるんですよ。 実はこの4月から今年4月からね障害者差別解消法っていうそういう法律が施行になってます障害者が社会参加するその時ねいろいろな社会的なバリアがある障壁があるそういったもののない社会にしていかなくてはいけないそれが障害者差別解消障害者差別解消法の趣旨ですでねそれに先立って 国土交通省所管事業における障害を利用とする差別の解消の推進に関する対応指針平成27年11月国土交通省とこういうのあらかじめお役所が国土交通省様が作ってありますもうほんとに葵のがもんですよここにね書いてあったらもうダメですからね そんなここととしてダメってっですよでここにね書いてあります一般乗り合い旅客自動車運送業関係これバスのことでバスのことバスは何やっちゃいけないのかで具体例差別的取り扱いの具体例ね正当な利用が不当な差別的取り扱いにあたると想定される事例これやったらもう差別だよっていう事例の一つに車いす利用者に対し 混雑する時間のバス利用を避けてほしいという。あ、さっきのに近いですよね。これさっきのも、ここで止まって乗せるっていうと、その間に混雑しちゃうからダメだよ。っていう言い方ですよね。それと、混雑時間帯だからこれダメだよって。似てますよね。ほとんど近いですよ。ほとんどドンピシャそういうのが、国土交通省の作ったね、えっ、ー、と、なんだっけ、対応指針に書いてあるんですよ。 やっぱりこれはね、あのー、公共交通を担う事業者として障害者のもちろんね普通のテクテク歩いてくる方も含めて移動の自由交通権を保障しているそれが我々バス事業者なんだそういう誇りを持ったバスの運行をしていただきたいと思います。これがね小泉が言いたいことです かっこいい長野市作っていこうという主張、50回記念で改めて言わせていただきます。小泉でした。<に>に